99%ありませんと申し上げているのは、私に伝わってくる感触を申し上げているわけであります。このところ政府与党の幹部が相次いで総理と会談を重ね、諏訪ダブル選挙かというような報道がまた流れ出しましたけれども、私がかねてから 99% ありませんと申し上げているのは、私に伝わってくる感触を申し上げているわけであります。裏返して言うと 1% あるというふうに取られますけれどもですね、私が 99% と申し上げたのは、そのあくまでも解散権というのは総理の専権事項でありますから、総理以外のものが決めるということはできないわけでありまして、伝わってくる感触として、まあ、ないであろうという感触ですということを申し上げているのであります。これは今日の現在も変わらない感触であります。6年前の議席をどれくらいの元で守りていくかという戦いになるというのは、まあ、正直な本音であります。あくまでも私が目指すのは、自公両党で安定多数を確保するというのが総裁からの至上命令というふうに受け止めております。消費税の延期は絶対にないけれども、景気動向を見て追加の経済対策には果断に取り組むべきだというのは私の思いであります。